有坂くんが魔法の国に帰ってもう2週間。波乱万丈の学校生活もやっと落ち着きを取り戻したって感じ。有坂の野郎、期末テストを見越して帰りやがったな。絶対よし、時間だ。答案用紙を集めろ。はい。あー、終わった終わった。ひめちゃん、まなみ、いっちゃん、テストどうだった？ひめちゃん、人がせっかく開放感に浸ってる時に奈落の底に落とさないで。今日のテスト山が外れたんだって。なるほどね。まなみ、ごめんごめん、今度あんみつ屋さん行こう。おごっちゃうからさ。本当？あ、今日でもいいよ。先月のお小遣いがまだ手つかずで貯金箱に眠ってんだ。行く行く。あ、どうしたの？私たちこれから部活。ひっちゃんも？うん、恒例のクラブ対抗クリスマス演芸大会で何をやるか決めるのよ。演劇部はもう決まったの？うん、そういえばこの前新部長さんがそんなこと言ってたような。きっと演劇部も今日何をやるか決めるんじゃない？そうかもしんない。たくのんきね。なんでも演劇部は毎年優勝候補で、去年も確か優勝だって聞いたけど。こうしていられね。じゃあね。あ、あんみつ、また今度。姫ちゃんのまた今度と政治家の前書するわ、当てになんないやね。うん。ウキウキワクワク、演劇部どんな出し物やるのかな。こんちゃん。あ、姫ちゃん、どうしたんですか部長、このお通夜みたいな雰囲気は。ちょっとね。今日クラブ対抗の演芸大会の出し物を決めるんでしたよね。やっぱり。それにしては随分集まりが悪いんですね。そうなの、実はね、これ。ん？退部届、それも6枚。6人も退部？正確に言うと1人は転校しちゃうんですって。でもそれにしたって5人も抜けちゃうなんて。1人は塾通いのためで、あとの4人は理由不明なの。理由ははっきりしてるさ。何なの秋山くん。文化祭が終わって長谷倉先輩が部活に参加しなくなったからさ。そんな。みんな長谷倉先輩個人が好きで、演劇部なんてどうでもよかったのさ。野々原だってその口じゃないの。ちょっと変なこと言わないでよ。2人ともやめて。ここで仲間割れしてもしょうがないわ。このメンバーでベストを尽くして演芸大会に臨みましょう。でもこの4人だけじゃね。なんてことないよ、なんとかなるよ。でも何やるんだ。僕たち1年生は裏方しかやってないし、舞台経験があるのは部長1人だぜ。何弱気になってんのよ。さあ元気出そう。みんな片手あげて。いいからあげて。いくわよ。いけいけ、ゴーゴー、やけくそジャンプ。もうやるっきゃないよね。いや、お久しぶりです。どうだい、演劇部の方うまくいってる？あの、実はとってもうまくいってます。みんな元気です。今日だってクリスマス演芸大会の出し物のことで話し合ってたんです。そうか、僕も部の方がいろいろ気になってたんだけど、期末テストが近づいてなかなか顔出せなくて。受験勉強で忙しいんですから仕方ないですよ。それじゃあ演芸大会楽しみにしてるよ。さようなら。さよなら。おい野々原、なんで本当のこと言わなかったんだよ。そんなことしたら長谷倉先輩のことだもん。責任感じちゃって手伝うって言い出すに決まってるでしょ。そうよね。とにかく今は演劇部のために私たちが頑張るしかないのよね。頑張ろう。うん。とは言って
みたものの、優勝候補ナンバーワンの演劇部がたった4人じゃまともなお芝居もできないし。去年はどんなことして優勝したの？それが笑っちゃうのよ。部員全員でフランスの寸劇とフレンチカンカン踊ったんですって。フレンチカンカン？そいつは優勝するはずだ。それだって部員がたくさんいたから受けたのよね。たった4人じゃね。やめてった部員たちを呼び戻すことはできないの？それも考えたけど、辞めていった人たちの気持ちもわかるのよね。長谷倉先輩とお姉ちゃんが付き合う前の私だったら、多分みんなと同じことしたと思う。そうかもしれないね。ねえポコタ、4人でできて受ける出し物なんかないかな？そういうことなら大地に相談してみたら？なるほど。そうか、あいつ勉強とか恋愛とかの相談は無理だけど、この手のことなら得意そうだもんね。うん、よし。おい、投げてくれ。頼むよ。うん、よし。あ、やめろ、パンツ見えちゃうぞ。めっちゃけ。パンツどころかボールも見えんかった。な、何者なんだあいつ。部長打ち負かしやがった。すげえな、半端じゃないぜ大地のやつ。相変わらず派手にやってるな。ほんと目立ちたがり屋なんだから。じゃあね、サンキュー。気持ちよかった。おい小林、本当にうちに入ってくれる気ないのか？ごめん先輩、俺いろいろ忙しくってさ。よく言うよ、昼寝と漫画読んでるだけじゃない。お前も見に来てたのか。かっこよかったろ俺の勇姿。別に見に来たわけじゃないよ。ちょっと相談に乗ってもらいたいなって思って。相談？うん。たった4人か。なんかお受けする出し物ない？ないこともないけど、優勝候補の演劇部が4人じゃな。部員増やしたら。今から？どっちみちまともに演技できるのは部長1人で、残りはズブの素人なんだろ。そうだけど。あ、だったら大地あんた入ってよ。なわけないか、忙しいんだもんね。演劇部か。入ってくれんの？どうすっかな。入ってよ、男子部員1人しかいないから大歓迎するよ。だけどさ、お前そんなに俺と一緒にいたいわけ？15秒待って。何バカなこと言ってんのよ。誰があんたなんかと一緒にいたいもんですか。抑えるのよ、抑えるのよ姫子。よし。そうなのよ実は。でも、俺入んない。殴ったろか、こいつは。あんたに相談した私がバカだったわ。さよなら。待てよ、だったらこういうのは？日光猿軍団とか、アイドルなんか呼んできて、パーッと派手にやるとかさ。どうやって呼ぶのよ。それはだな。よく考えてから言ってよね。日比野さん。聞いたわよ。演劇部たった4人になってクリスマス演芸大会に出るのも四苦八苦してるんですって。そんなことないよ。なん、強がらなくたっていいことよ。でもいくら部員が足りないからって私を勧誘しよったって無駄ですからね。そんなことしません、ご心配なく。無理っちゃって。この学校一の美女を主役に迎えたい気持ちはわかるけど、私の入るクラブはただ一つ、その名も大地くんファンクラブ。さよなら。俺も。大地くん、ちょっと待ってよ。会員番号1番の私を置いてくことないでしょ。勘弁してくれ。大地くんってば。
スマップだ。このノリよね。こんなにパーッとできたら優勝間違いなしなんだけどな。ただいま。おかえりなさい、姫ちゃん。部活の方、うまくいってないの？ううん、一応、4人でできるお芝居の稽古はしてるんだけどね。地味すぎるんだよね。毎年優勝候補の演劇部の名誉も。今年でダメかも。そんな弱気でどうするんだよ。地味でも迫真の演技で観客を感動させればいいじゃないか。そんなこと分かってるわよ。でも小学校の学芸会で昼飯しかやったことのない私にできると思う？ごめん、ポコタに当たったってしょうがないよね。楽しみにしてるよ。みんなや先輩のためにも私が頑張るしかないのよね。でも日光猿軍団とかアイドルを呼んでパーッと派手なことするとかさ。大地はあんなこと言ったけど、演芸大会はあさってだよ。たった4人でどうやってパーッとやれって言うのよ。有名人でも呼ばない限り。そうか、そうだった。姫ちゃん、まさか私が有名人に変身してパーッと派手なことをやればいいのよね。やっぱりダメだよ。気持ちはわかるけど、そんなことして変身の力がバレたりしたらどうするのさ。この前大地にバレた時だって何ともならなかったじゃない。心配ないよ。どうせならスマップがいいな。ダメよ姫ちゃん、そんなことしたら今度こそ。あ、このカラス、有坂くんの。カンタロウ、あっしは聖様からのメッセージをお伝えに来たざんす。魔法の国で何かあったの？とにかく伝えるざんす。芸が細かいね。姫ちゃん、挨拶は抜きにして、これから話すことはとっても重要だから肝に銘じて聞くんだよ。ええ。実は小林大地に変身の力がバレた時、君たちの記憶は消されるはずだったんだ。なんですって？だけど僕が人間界に来ることになったんで、とりあえず見逃されることになったんだ。そうだったんだ。魔法の国の王様はあと一人誰かに知られたら、その時はリボンを取り上げて確実に記憶を消すって断言したらしい。そんな。だからリボンを使う時は身長の上にも身長を重ねて使うんだよ。以上、終わり。それじゃあ。あんなこと言われたらリボン使えなくなっちゃったな。姫ちゃん元気出しなよ。僕も手伝うからさ、芝居で頑張ろうよ。そうだね。じゃあセリフ覚えるのを手伝ってもらおうかな。うん。とりあえずよかったさ。させいあれ、もういいとこあるさ。さでもあれで姫ちゃんが諦めてくれるかしら。青春って素晴らしいものなのね。もうちょっと感情込めなきゃ。そう、青春って素晴らしいものなのね。いい感じ。ほんと、私って天才かしら。はい、頭からもう一回。カンカン踊れ、カンカン。
めです。もう終わったのか。いや、よかった、終わって。今言ったの誰よ。誰よ。実はね、スマップを呼んでやるんです。とにかく部長たちは楽屋の入り口でみんなが入ってこないように見張っててください。お願いします。わかったわ。わかってまんがな。それでは我が演劇部のために駆けつけてくれました素敵なゲストをご紹介します。みんな期待しててね。本当にスマップ来てるんすかね。姫ちゃんを信じるしかないわね。こうなったらやるっきゃない。パラレル、パラレル、草薙剛くんに。なーれ。あー、剛くんだ、剛くんだ。いいな、いいな、サインもらっちゃおっかな。姫ちゃん、どうしたの。みんなが出てこいって騒いでるわよ。いけない、今行きます。あいつ、何をやるつもりなんだ。はい、皆さん、元気ですか。うそ、本物。アイドルっていいな、最高の気分。今日は風立ち一中演劇部のために僕たちスマップが応援に駆けつけました。タスヤも来てるの。中井ちゃん出して。のりくん、ゴロちゃん、シンゴ。大丈夫大丈夫、慌てないで、みんな来てるから。それじゃあ僕たちの歌を聴いてください。どうして演劇部がスマップなんか呼んでこれるんだよ。どうせなら6人いっぺんに出してよ。そうよそうよ。無理言わないでよ。あ、そうか、野原のやつ。つよし、つよし、あたし、あなたの大ファンなの。何やってんの。ちょっと日比野さん、ずるいわ。あたしも、あたしも。バカ。誰もいないわ。こうなったら、つよし君追っかけんのよ。一体、何がどうなったんだ。わけないでしょ。でもね、編集長、こっちだって靴の底がすり減るまで毎日歩き回ってるんですよ。うるさい、今日中に特ダネを取ってこないとクビだ。ち、自分はデスクでふんぞり返ってるだけのくせしてよ。ねえ、あれスマップの剛くんじゃない。どれどれ。なに、あれは草薙剛だ、間違いない。一体何があったんだ。あ、こいつは運が向いてきたぞ。どうやら巻いたようだ。つよし、まずい。あら、何の音。どうしよう。こんなところに鏡なんてないし、どうやって元に戻ったらいいのよ。あら、このペンダントが鳴ってたのね。リボン型なんてかわいい。意外と少女趣味なのね、つよしくんってば。かわいいでしょ。ちょうだい。ダメ。いいじゃない、一つくらい。ケチね、どうせ山ほどプレゼントとかもらってるんでしょ。ダメなものはダメなの。ダメったらダメなの。話してよ、日比野さん。え、ああ、やった、大スクープだ。まずいわよ、姫ちゃん。
の剛くんと日比野さんのツーショットなんて大スキャンダル。私や大地まで週刊誌のカメラマンに追いかけられる羽目になっちゃって。だけどあの剛くんは私が変身した偽物でしたなんて絶対言えないし。